なんかね、今日今朝ね、昨日の分のポッドキャストを収録したんですけれど、しかもね、ここまで、20分ぐらいは歩いてきましたから、目は覚めてるんですけど、いや、なかなか口が回らないですね。まあ、夏の定番のお昼ですね。最近ハマり気味の、このそばです。これね、塩分ゼロっていうね、これがポイントなんですけれど、このそばね。で、薬味はこの生姜と冷凍の刻みネギですね。で、そばにのせる刻み海苔、これポイントです。でね、つゆがね、普通と違うのは、僕この昆布ポン酢を昆布ポン酢を水で、何倍ぐらいだろうな、5倍か6倍ぐらいに希釈したやつをつゆにして、いつも食べてます。じゃあ早速茹でます。でもあれですね、この 20mmF1.8G はいいですね。こうやって手持ちでね、今やりながら撮ってるんですけど、やっぱ広角なんでね、広角かつ 1.8 っていう、大口径明るいレンズなので、おっと、茹でたのでピュー乗せます。上にね、この刻み海苔をこうパーッと乗せると、もうこれで出来上がりですね。本当、この刻み海苔いい仕事するんですよね。じゃあいただきます。どうですか、これなんかね、撮りながらだとこれ難しいですよね。だってこれカメラが口の前にあるわけだから食べられませんね。しかしね、このシューティンググリップ便利ですね。今ね、シューティンググリップをね、三脚にして使ってるんですけれど、これ結構下向きでしょ、でもね、これちょっと位置的にいこうかな、それでもね、全然安定してるし、うまい。こういうの好きなシチュエーションなんですよね。夏でね、明るすぎて眩しいぐらいで、でね、セミの音がうるさくて、無音ではないんだけど逆に無音に聞こえるみたいな。なんか工事現場だったんですけどね、なんか遺跡が出てきたとかで発掘調査をしてます。来月までかな。ちなみにこの森みたいな山がもともとお城です。いつものカフェ散歩にね、向かってんですけど、暑いので日陰で休んでます。ちょっとは動いてほしい。久しぶり。猫久しぶり。元気？カメラ変わったんだよね。びっくり。なぜさし、これ逃げちゃう？久しぶりじゃん。ちょっといいか。ちょっと死なないの？死なない中じゃないじゃない。冷たいね最近。なんでますよ。気持ちいいですか。あ、そう。返事してくれました。かわいい。かわいいね、お前は。台風どうだった？台風。平気？握手。握手はダメだ。ボディボディボディ。あ、尻尾反応してる。尻尾。尻尾。ぼぼぼぼ。かわいい。じゃあね、コーヒー飲みに行くね。バイバイ。Thank you.
思います。カメラ関連のね、小物を買ったんで早速開封します。全然大したものじゃないんですけどね。じゃあフロア、いつぶりかな、もう十何年ぶりかでフロア買いましたけど、レンズがね、今まで1個のボディに対して1個のレンズだったんですけど、今回ねレンズが増えたのでレンズ交換する機会ができたんで、でかいな、これでコミットもおさらばですね。